Google タグ CMD プッシュファンクション Google タグディスプレイ SP アーティクルアンダーフォート J リーグは26日明治安田生命 J1 リーグ第28節の川崎ロンターレ対ヴィッセル神戸の日程変更を表した。今シーズンの J リーグはダゾーンでいつでもどでも簡単視聴1ヶ月無料お試し実施中。このカードは9月9日に行われる予定だったが9月29日の回に変更となった。これはFIFA カタールワールドカップアジア最終予選の日本代表対中国代表を9月7日に開催されるため、日本代表から戻ってた選手たちは規定により入国後3日目から新コロナウイルス感染症の検査で陰性とな場合に出場可能となるため、10日まで代表に参していた選手は起用できない。競技の公平性観点から試合日程の変更を決定しましたとJ グは発表している。また、J リーグは9月10日開催、定の横浜 FC 対浦和レッズについても調整して、このカードの取り扱いについては、決定次、改めてお知らせいたしますとした。両。